メッセージボードとかさ、ユーザーいつも読んでるじゃない。読んでる。あれにさ、まあ、日本中いろんなとこから書き込みあるけれども、うん、海外からのさ、うん、書き込みとかも多いじゃない。多いですね。まあ、頑張ってがこう、ローマ字みたいなね。うん。うん、で、そうそうそう、うん、そういうのとかさ、うんうんうん、ローマ字でね、わーっと打ってくれてるのとか、あと翻訳機使ってさ、うん、私は香港人出すみたいな。そうだね。多分その彼がさ、ユーダジアにもいっぱいハガキくれてるわけよ。ああ、嬉しいな。で、ちょっと読んでみようかなと思って。うん。香港から。はい。ペンネームが七夕っつうんだよね。もうわからんけど。かわいらしい。うん。私は香港人だ。うん、私は日本語がわからない、うん。インターネットの翻訳の機能を使って日本語を書く。全然通じるじゃん。それ私読んだよ。読んだ。全然通じるよ。もう面白いよ。第1回からこれ多分さ、メッセージボードとユーラジオ両方くれてんだよ。うん、第1回目にユーに接触したのはって言ってた。それからもユーの CD の曲を全て鑑賞する。アイリメンバーユーは私の心に感動させる美しい曲だ。うん、学校へ行くのであろうと、車で入浴して、うん、間違えてるね。車でも、お風呂でもだね。車で入浴して、うん、眠ってもゆえの歌を聴いている、うん。私はとても日本に行きたい。すべてはゆいに関係する。かわいらしいですね。太陽の歌が間もなく香港で上演される。うん、非常に期待する。うん、私はすでに鑑賞したが、うん、感動して、数回涙を流す。なんかより和的な感じの日本語使われますね。これだね。すごいよ。すごい。これ日本ね、日本語難しいね。日本語難しい。違う。違う。まあ、そういう感想かい？違う。いや嬉しいですよ。いや嬉しい。いやそれあれでもな、一行一行すごい笑っちゃったんだもんだって。ね。すごいなんかこう一生懸命さ、うん、多分その。香港の彼がさ、うん、訳しながらさ、うん、一生懸命ね、うん、送ってくれてるんだよ、書くってなんだろうみたいなね、そうそう、そこやってんだよね、嬉しいです、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、じゃあお便りもう一枚行こうかな、うん